はい、どうもこんにちは、大黒スマン中西です。今日はですね、無料で使えるインターネットの速度が、速いのか遅いのかっていうのを検証していきたいと思います。最近はね、結構インターネットが無料のマンションっていうのは増えてきたんですけども、よくお客様からね、インターネット無料のマンションってネットの速度遅いんじゃないんですかっていうふうに尋ねられますので、今回はね、実際に物件に行って、でネットを接続してみて、速度を測って検証していきたいと思います。ネットを接続する曜日とか時間帯によっても混雑具合でネットの速度が変わるみたいなん で、今回はね、比較的利用者が多いって言われてる、日曜日の午後ですね、日曜日の午後に、撮影させていただいてます。ネットの速度を測っていっても、どれぐらいが速いのか遅いのかっていうのは分からないと思うので、携帯電話の 4G でどれぐらいの速度が出てるのかっていうのと、有料で契約してるネットがありますので、そこに繋いでみた時の速度を一度先ほどちょっと調べてきました。左に出てると思うんですけども、これがね、先ほど日曜日の午後に同じ時間帯で調べた携帯電話で 4G の速度と、あとは有料で回線を振ってるネットの速度ですね。これをね、一つの基準として比較していきたいと思います。ちなみに、この一番大きい数字で表示されているのが、ダウンロードの速度になるんですけども、今回はこのダウンロードの速度を、重視して見ていきたいと思います。でね、どれぐらいの速度があれば、どういったことがストレスなくできるのかっていうのを説明していくと、一般的に言われているのが、フルハイビジョンの動画を、YouTube とか Netflix とかで見たりすると思うんですけども、その動画をストレスなく、再生しようと思うと 5Mbps 以上が必要っていうふうに言われてます。でね、もうちょっと高画質な 4K の映像とかを見ようと思うと、だいたい 20Mbps 以上が必要というふうに言われてます。またね、ネットゲームをしようと思うと、最低でも 30Mbps 以上が必要というふうに言われてます。ただね、ネットのゲームの中でも反応速度がすごい大事なゲームとかもあると思うんですけども、そういったのは 100Mbps 以上が最低というふうに言われたりもします。なのでね、先ほど携帯電話でダウンロードした速度を見てみると、4K の動画とかは別にそんなにストレスなく再生ができるというレベルですね。でもパソコンの方のデータを見てみると、高速のネットゲームとかでもそんなにストレスなく、プレイできるというような速度です。では早速ね、ネット無料のマンションで、速度を検証していきたいと思います。まずね、初めに来たのは築2年のマンションなんですけども、ビビエビスというマンションです。でここで、ネットの速度の検証をしていきたいと思います。はい、では検証していきたいと思います。はい、検証してみると、ダウンロードの速度が 20Mbps という速度でした。先ほどの説明で言うと、4K の動画とかはそんなにストレスなく、視聴できるレベルだと思うんですけども、ネットゲームとかはスピードが少し足りないかなというふうに感じる速度かと思います。はい、次はですね、パークヒルズ南波南ハヌルという、築3年のマンションに来てます。ここも、ネット無料なんで、ここでも計測していきたいと思います。はい、計測してみると 74Mbps ということで、先ほどのマンションよりかちょっと早いんですけども、ただね、やっぱり高速のネットのゲームとかは、ちょっと対応できないかなと。それ以外はね、大体ストレスなく、利用ができるかなと思います。はい、次はですね、エステムコートランバサウスプレイスレフィーナっていう、築13年の、マンションにやってきました。このマンションはね、マンションが建った時から、ネット無料の設備がついているわけじゃなくて、後で、ネット無料の設備を導入したマンションです。じゃあ早速また検証していきたいと思います。はい、計測してみると、17Mbps という数値でした。なのでね、フルハイビジョンで見る、Netflix とか、YouTube とか問題なく見れると思うんですけども、 4K の画質で見ようと思うと、ちょっとね、遅く感じるかもしれません。はい、次はですね、大黒町青山ビルという物件にやってきたんですけども、こちらは築18年の物件でして、こちらもね、マンション完成当時はインターネット無料ではなかったんですけども、インターネット無料設備を後から導入した物件になります。じゃあこちらでも、検証していきたいと思います。はい、計測してみると 9.4Mbps ということで、 4K の動画とかは、ちょっと重たく感じると思うんですけども、フルハイビジョンの、動画とかでしたら、ストレスなく視聴できるかなと思います。この 9.4Mbps っていう速度で、YouTube とか再生するときがどんな感じかっていうのをちょっとやってみたいと思います。
はい、このようにですね、まあ、フルハイビジョンの画質の YouTube を見るぐらいでしたら、まあ、特に問題なく再生できるかなと思います。はい、ということで、今回はインターネット無料のマンションがどれぐらいのネットの速度なのかっていうのを検証してみましたけども、まあ、結論から言うとやっぱり有料で契約しているネットの回線に比べると速度は落ちますけども、まあ、YouTube とか Netflix の一般的な動画を見るだけでしたら、まあ、そんなにストレスがないのかなという結論になりました。ただネット無料の設備って言っても、たくさん種類がありますし、あとは使う時間帯によっても、速度がばらつきがありますので、まあ、今回の動画は参考程度にしていただければと思います。またね、このチャンネルでは他にもお部屋探しをする上でちょっとよくわからないなっていうことがあると思うんですけども、そういったことを動画で解説させていただいたりしますので、また他の動画を見ていただけると幸いです。で、動画がいいなと思いましたら、高評価ボタンやチャンネル登録お願いします。また、弊社は大阪市内で営業しておりますので、そのあたりでお部屋探しされている方がいらっしゃいましたら、ぜひ弊社にお問い合わせお願いします。またね、こういった動画を撮ってほしいとか、動画に対しての意見がありましたら、コメントに書いていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。